まずはキックオフ山梨です。ヴァンフォーレ甲府、今シーズン初の公式戦となる ACL アジアチャンピオンズリーグまで1週間余りと迫る中、こちらの選手に注目します。甲府出身のミッドフィルダー小林岩奈選手、若手から中堅へ、決意のシーズンへ挑みます。ヴァンフォーレの下部組織出身で在籍6年目を迎える小林岩奈選手27歳。左足の精度と運動量を武器に左サイドバックを主戦場とします。キャンプ中のトレーニングマッチでも何度もチャンスを演出しています。また篠田監督の下でサッカーできるので、まあ、新しく入ってくる選手もいますし、また新たな競争があると思うので、まあ、そこで負けないようにこう自分の価値を発揮していきたいなと思います。昨シーズンはクラブにとっても初めてとなる ACL に挑戦、 J1 昇格争いの佳境を迎えた J2 リーグ終盤戦との過密日程を戦い抜きました。リーグ戦と並行して ACL に出る、本当に今まで経験したことのないシーズンだったんですけど、まあ、いろんな国籍の選手、いろんなタイプの選手と試合ができて、まあ、その中でやっぱ、まあ、自分の左足のところは、まあ、ある程度強するなっていう部分もありましたし、まあ、逆にこのボールをフォワードに合わせられたら点取れたなっていう部分の反省もあったので。シーズンオフには同じ県出身 J リーガーと初のイベントを企画するなど、地元愛にあふれる小林選手、プロ6年目のシーズンでチームの先頭に立つ覚悟です。この山梨で育って、でヴァンフォーレで育って、でやっぱ山梨に対する思いも強いので、まあ、僕はこのチーム好きですし、まあ、このチームで J1 昇格したいと思っているので、新しいメンバーとしっかりコミュニケーションを取って、まあ、もう僕も若くないんでリーダーシップ発揮してやっていきたいと思います。もう一回本気でチーム全員で J1 に向かって取り組んでいきたいなと思います。小林選手から率先してチームを引っ張っていこうという思いが伝わってきますね。そうですよね。また先月の契約更新の際もチーム内でいち早く発表していまして、はい、そういうところからも今シーズンにかける覚悟が伝わってきます、はい、そして今ちょうど宮崎二次キャンプ入りしていますヴァンフォーレ甲府、明日は今シーズン初の J リーグクラブとのトレーニングマッチを控えております。そちら J3 岐阜戦の模様は明日の番組内でお伝えします。